Hello guys! Welcome to Hello AI Channel! Today's topic is ももいろクローバー Z! ということで、今日のトピックテーマはももいろクローバー Z になります。このチャンネルで、まあ、ちゃんと一歩丸々ももクロについて喋るっていうのは今回初めてになります、ね、いつもだいたいこのチャンネルは、まあ、ハロープロジェクトもしくはアミューズの女性グループ、まあ、ベビーメタルとかワンファイブとかって感じでハロプロかアミューズかみたい なんかチャンネルに結局なりがちなんですけれど、一応でも私が好きなグループに関してはこう幅広く取り上げていきたいとは思ってるんですけれども、なかなかこう推しの活動が忙しいあまりそっちがねちょっとメインになっているんですが、今日はいつか出したいなと思っていたももクロの動画になります。ももクロについて語っていこうと思います。といっても、なんで急にももクロって思う方もいると思うんですけれど、私が女性アイドルにハマったきっかけは何を隠そうももクロちゃんなんですね。ちなみにかなこ推しです。はい、まあ、きっかけは2011年頃にライブ映像で走れを歌っている映像を見たのがきっかけです。こんなにキラキラ輝いていて一生懸命なアイドルがいるんだと思って、でなんかそれまで思っていたアイドル像ともちょっと違ったので、そこですごく興味を惹かれて、うん、で気づいたらどんどん好きになっていき、ちょうど無印のももクロからももいろクローバー Z がついて5人体制になった頃に好きになったので、初めて買った DVD はあかりんの卒コンの DVD、そして次に買ったのがももくり2011年かな、メンバーの登場シーンでもう号泣してということで、気づけばもののふになっておりました。で今はどうかというと、まあ今でもももクロは好きなんですけど、もうもののふですとは言えないですね。当時のような熱量ではもう見ていないし、そんなに時間をかけて追ってもいないので、でその分ね、今はこう追っているグループが他にいてそっちに時間を割いているので、まあ当時のようなファンではないかなと思うんですけど、それでもやっぱり気になる、ずっと気にはなってるというか、なんだろう、なんか遠くに行っちゃった親戚みたいな、親戚の子がちょっと引っ越しちゃって上京しちゃったんだけど、なんか離れちゃったけどちょっとたまに気になるから連絡取りたいなみたいなそういう感じですね。はい、まあ、そうなってしまったきっかけというか、なんでもののふじゃなくなってしまったのかっていうと、ここでは短く言いますけど、楽曲の変化ですかね。はい、まあ、これは私のもちろん個人的なね好みと合わなくなってきたっていうところなんですけど、メジャーデビュー曲の怪盗少女に代表されるようなヒャダイン楽曲、まあ、山田健一さんの楽曲のインパクトがやっぱり強すぎて、こう前山田楽曲とともにももクロはこれからも成長していくんだろうなぐらいに思っていたので、勝手にやっぱりそこからこうヒャダインさんが曲を書かなくなったじゃないですか、書かなくなったというか、ももクロから声がかからなくなったというかじゃないですか。でまあいろんなね他の人とコラボしたりとか、彼女たちの楽曲の幅はどんどん広がっていたと思うんですけれども、まあ私の個人的な好みからはちょっと外れがちになったというか、だからなんかメンバーに魅力を感じなくなったとかでは全くないし、ももかの脱退ももちろんすごくショックだったけど、それがきっかけになったわけではなく、まあそうですね、だんだん楽曲の変化が原因でちょっとこうテンションが落ちていたところに、まあ、他のアイドルに興味が出てしまったっていう感じですかね。はい、ということでね、今話したようにちょっと楽曲の面でちょっと離れちゃったんですっていう、こうマイナス面というかちょっとネガティブな面を先に言っちゃったんですけれど、まあ、とはいえ楽曲の好き嫌いはあるにせよ、私はメンバーのことは変わらず大好きなんですよ。なので素晴らしいグループだなと思ってるし、私のチャンネルの視聴者さんはそんなにねももクロを知らないっていう方も多いと思うんですので、そういう方にもももクロのメンバーの魅力をどうやったら伝えられるかなってちょっと考えたんですけど、
まあ、たくさん魅力はあるんですけど、その中から今日初めての動画なんで、まあ、一つに絞って何かお伝えするとしたら、私はやっぱりメンバーの歌声かなと思いました。ももクロのメンバーの歌声を私が一言でその魅力を言うんであればですね、ピュアさだと思います。何年経ってもいい意味で少女のままみたいなところがあって、ももクロはもちろん13年も経ってるので、みんな大人っぽくなって、歌もねどんどん上手くなってると思うんです。歌唱力上がってると思うんですよ、すごく。けどそれでもなくさないなんかピュアさとにかくピュアなんですよ、声が。うん、それでいてメンバー全員の声に特徴があるっていうのも魅力だと思います。そんな中でも一番声にピュアさがあるなと私が感じるのはリーダーの桃田かな子ちゃんです。かな子はもう永遠の17歳みたいなイメージです、私の中で。声だけじゃないですけど、はい。で、私これハロプロのファンになってから思ったことなんですけど、アンジュルムの元リーダーの和田彩香ちゃんとかな子は、実はこの2人は仲がいいんですけど、この2人の初期の頃の声とか歌い方がすごい似てるんですよ。で、どっちもなんだろうな、結構唯一無二のすごく特徴的な声をしていて、すごい通る声なんですね。で、最初の頃はあんまり歌が上手くないとか言われていて、2人とも。で、成長するにつれてどん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 すごい歌上手くなったねって言われるようになったっていうところも同じなんですけど、違いがあるのは、あやちょは成長とともにビジュアル面もそうですけど結構大人っぽくなってきて、声にも深みとかが出てきたのに対し、かな子はいい意味で若いまんまっていうか、あの子供っぽい部分を今でもすごい持ってるんですよね喋り方も歌い方も。だからっていうか、これがなんかいいところなんですけど、もちろん私がちょっと悔しいのは、そのせいで世間的にそのももクロをあんまり知らない人からすると、かな子の歌のうまさがあんまりちょっとね分かりづらいんですよすごい子供っぽいからまあでも、直球でピュアなのがやっぱりかな子の歌の一番の魅力だなと思いますし、やっぱりももクロのイメージ、グループ全体のイメージはやっぱりかな子の声が作ってきた部分は大きいんじゃないかなと思ってます。削りでもここに誓います、どんな自分でも嫌いになりはしないと、まだ前に進めるか試されてる。しおりんの声は、しおりんの声はなんか何とも形容しがたい魅力があって、あんまりアイドルにいないタイプだと思うんですよね。なんかハスキーなんですよね。ハスキーなんだけど、こうドスの効いた感じじゃなくて、すごい優しいハスキーみたいな、柔らかめハスキーみたいな声質です。で、しおりん本人はその声に結構悩んでいたというか、かなり前のインタビューですけど、あんまり自分の声が歌声が好きじゃないっていうのをインタビューで言っていて、ももクロの曲って結構やっぱ元気なパワー系のものが多い中で、スコーンって抜けるような声ではないので、もしかしたらそのパワー系の曲が多い中でそこに悩んでいたのかなと想像するんですけど、ただファンはしおりんの声が好きっていう人はすごく多いです。りにちゃんとかかな子はすごく綺麗な感じのなんかクリーンな声なので、そういう声ばっかりだと多分なんか曲が綺麗すぎちゃうみたいなうまく言えないんですけど、しおりんの声が入ることによってちょっとアンニュイさが出たりとかすると個人的には思います。あとリズム感がめっちゃいいです。なので結構ラップパートとかはしおりんがすごくうまいなと思います。このまま僕らはいつまで諦め続けるのだろう、ただ笑顔でいてほしいと歌い踊り愛を叫ぶよ。で、アーリン佐々木彩香ちゃんは
アイドル界全体で見ても異色のアイドルだと思いますし、もうアイドルの中のアイドルと言えると思います。なんかまさにピンクを着るために生まれてきたような人だと思います。はい、アーリンの声もなんかもうあの声はアーリンの専売特許みたいなところがありますし、それこそアーリンのキャラソンとかはもうこの子のためだけに作られた曲感がすごいんですよ。アーリンじゃないと歌えないし、アーリンが歌うとアーリンの世界になるっていう、いやすごいなって思います。でアーリンも昔から未だに変わらずアーリンなんですけど、そこになんか最近のアーリンはちょっとこうなんか厚みが出たし、持ち技も増えたみたいな、そういう感じはしますね。はい、だから佐々木プロという異名はやっぱりねすごく似合ってるなと思います。でも後悔しないからさ、今ここにいることを、寝ても覚めても忘れはしない、君と僕との約束を。最後に高木れにちゃん、れにちゃんの声も本当にピュアで美しくて大好きですね。なんかかなこの声が朝一に聞きたい声だとしたら、れにちゃんの声はもう寝る眠りにつく瞬間に聞きたい声って感じです。とっても透明感があってもう優しい声ですね。でそれこそ私がももクロを知った当初はれにちゃんの声はその当時からすごく綺麗だったんですけど、なんかちょっと心もとないみたいな、ちょっと強さがない感じだったんですよ。なんかすごく体の線も細かったし、多分ダンスに必要な筋力とかもあんまりついていないような気がして、それが気づいたらとても強い声が出せるようになっていてびっくりしたのを覚えてます。そういう成長ぶりがれにちゃんの歌にはあると思うんですけど、めちゃくちゃいい声なんです。はい、ソロで歌ってる動画とかを見てて思うのは、どっちかっていうとスローテンポでなんかアコギとかピアノとかの伴奏付きでゆっくりこう静かに歌うのが本来それが向いていそうな声なんですよ。でもその声がももクロの楽曲にあるからいいんだと思います。はい、というわけで今日はももクロのメンバーの歌声の魅力についてお話しさせていただきました。はい、もしね最近の曲をちょっと聴いてみたいなって思う人がいたら、ぜひ最新のミュージックビデオを概要欄に貼っているので、よかったらそれを見てください。初めて動画でちゃんとももクロのことを話したので、まあね、見てくれている方ももクロにどんな印象を持っているかとか、あのコメントをいただけると嬉しいです。はい、そしてもしもののふさんがこれの動画をねたまたま見てくれていたらですね、あのももクロにはもっとこういう魅力もあるよとか、あの教えてもらえると嬉しいです。もしかしたらまたももクロについて動画を出すかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。はい、ということで今日もここまで見てくれてありがとうございました。 Have a nice day! バイバイ!